はい、不労所得を作りに行くっていう考え方なんですよね。私はね、だから不労所得っていう言葉はね、あんまり好きではないんですけども、ただ自分で不労所得を作ることはできたかなと思うんですよ。その一つがやっぱり YouTube の利用かなと思います。こんなエピソードがありました。まあ私とですね、数年前なんですけど、私とネットワークビジネスで月収40万ぐらい上げてらっしゃる方がいて、2人でね、コーヒーを飲みながら話してたんですよ。情報交換してたんですよね。まあ、私はアフィリエイトをやってきて、で彼はだからネットワークビジネスのなんかっていう商品を使ってたんですけども、2人してね、やっぱり自由な時間っていいよねみたいな話になった時に、私はアフィリエイトサイトをそこそこ作ってたんで、まあ、月収でね60万70万とこには行ってたんですよ。でその時の話なんですけども、私はサイトを作る作業を毎日してたんで、まだまだ不労所得を作る途中だったんですよね。今みたいなものの下地を作る準備をしてたところなんで、でも月収60万70万あったわけですよ。で麻雀店もあったんですけどもで、彼が言うには、自由な時間ってのは素晴らしいってのは分かったんだけども、私が見てるところによるとね、結構電話とかメールが入るんですよ。で、あ、ちょっとごめんねって感じで電話出たりとか、電話したりとかね、でメール打ったりとかしてるんですよね。で、なんだっけ話みたいな感じで中断した話をまたね、戻すみたいなことを繰り返したんですよ。で、しばらくしたら彼は、じゃあちょっとまた仕事帰ってから出ていくわって感じで行っちゃったんですよ。で、なんかね、その仕事は何かっていうと、新規さんのプレゼンをするためにちょっと喋りの上手な何々さん来てって感じで ABC って言われるやつをね、やりに行ったそうなんですよ。まあ後輩っていうかね、後からビジネスを覚えた人、新規さん、新しいビジネス会員さんのサポートだからって感じでね、自分の意思でやってるんだみたいな感じで自由を装ってたんですけども、私がずっと感じたのは、この人忙しいなと思ったんですよ。目の前で不労所得のことをね、なんか随分声高に叫んでたけども、この人忙しいな、むちゃくちゃ拘束されてるなと思ったんですよ。それこそ歯ブラシ1本お客さんが欲しいって言ったら、それを届けるために運転していって20分とかね、30分とかでその歯ブラシ1本届けるって作業するらしいんですけど、まあ歯ブラシがまた1本1000円ぐらいするらしいんですけどね。でここで思ったのは、彼はいや久しぶりに会員さんの顔見たいからみたいなこと言うんですけども、なんか歯ブラシ1本届けなくてもよくないとか、なんかすごい忙しいなと思うんですよ。今旅行中だったらどうするんだっていうのと、私と喋ってる時間はこれによって壊されてるなっていうふうに感じることばかりだったんですよ。私は相変わらずぼーっとしてて、まあ帰ったらね、サイトの量産とかまたしないといけないんですけども、とりあえずやることないんで、こっちの、その彼のね、目の前にいた彼のようにやってたら多分自由にはなんないだろうなと思ったんですよ。どうですかね、なんかその、不労所得って言うけど、私は新規さんの説明を求められたら動画を URL でお渡ししたんで、行って喋ってっていう時間もなかったんですよね。で、その方はインターネットあんまりやらなかったんですよ。ネットっていうのはまああまり人の心が動かせないみたいなこと言ってましたけどね、やっぱり人は会わなくちゃみたいなこと言ってたんですよ。これこそ時代遅れの発想だと思いませんか。すごい時代遅れだと思うんですよ。会わなくては信頼関係が築けないっていうレベルのコミュニケーション能力だったら、ネットワークビジネスとかね、ネットビジネスは不可能ですよ。会わないのに信頼関係が高まっていって、会わないのに商品を買っていただいて、会わないのに、信頼してくれてみたいな関係を作れない限りはどうしようもないんじゃないかなと思うんですよ。だっていちいち会いに行かないとできないんだったら、私も47都道府県オフ会できないですよ。だから47都道府県オフ会は営業に行ったんじゃなくて、すでに会員様とどんな方が見てるのかなって興味本位で後で行ってるわけですからね。でしかもそこには金銭の授受がないわけですよ。で、まあ、私の例をとってね、非常に恐縮だったんで、これはちょっとこの辺にしておきますけども、要するにね、時間をどのように作るかってことに尽きると思うんですよ。私が1個作った5分の動画っていうのは、作るのは5分ですけども、見ていただくのは1人が5分なんですよ。10人見たら50分の時間を作ったのと同じなんですよね。でもこれ動画ってものとかインターネットのレバレッジを使わなかったら、5分の説明を10人にしないといけないんで、そっくり時間が失われていく。で目の前にいた彼と同じような現象が起きるんですよね。そういった意味で私はその動画の量産が呼吸をするように当たり前のようにできるっていうのは、不労所得を作る上で必須のスキルだと思うんですけども、皆さんいかがでしょうか。それでは今回は以上です。